エドアルデ・タイユはフランスの画家である。軍隊に関する絵画を描いた。パリで生まれた。祖父はナポレオン軍に武器を納入した人物で、父親はアマチュア画家でオラースベルネのような有名な画家や多くのコレクターを友人に持つ人物であった。父親に望まれて画家になる修行をした。17歳になった時、戦争画を得意とした画家のエルネスト・メソニエの弟子になった。 1867年にサロンド・パリに初めて出展し、1868年に軍楽隊を描いた絵画を出展し、画家としての評価が高まった。1870年にエティエンヌ・プロスペル・ベルンベルクール、アレクサンドル・ルイル・ロワールとビベールの3人の若い画家とアルジェリアを旅した。1870年に不仏戦争が始まると、フランス陸軍に招集され、 機動連隊に属した。この戦争の経験が多くの戦争や軍人を描いた作品に生かされた。1885年にフランス陸軍という画集を出版した。1872年にレジオンドヌール勲章を受訓し、1881年にオフィシエ、1897年にコマンドゥールを受訓した。ありがとうございます。